僕らもご協力ありがとうございます。今回荒川区会議候補として最年少の候補者、ここ小久野地域から立候補いたしました宮本俊馬28歳。今回の選挙には宮本俊馬28歳が若い世代、そして子育て世帯、将来世代のために荒川区会議員に選挙に立候補を行いました。荒川区政に対しましては主に子育て政策、そして労働問題、犬猫の殺処分問題など荒川区政の方にしっかりと問題提起の方を行いまして政策の実現を目指してまいります。本日は朝始発の時間より南千住の駅にてスタートをさせていただきまして、西小久、東小久、日暮里の地域を回り、現在こちら熊野前の駅の一角をお借りいたしまして活動の方を行わせていただいております。宮本俊馬28歳、今回の荒川区会議員選挙には宮本俊馬28歳が立候補いたしております。しっかりと若い世代、そして将来世代に向けた政策実現を目指しまして、しっかりと宮本俊馬今回で選挙を戦わせていただきます。選挙というと政策や公約守らない議員、実行できてない議員が多くいる中で、宮本俊馬は荒川区政に対して今回の選挙、具体的な提案、そして具体的な数値を設定した公約を設定し、皆様へと政策を提起、問題提起の方を行わせていただいております。荒川区議会は現在高齢化が進んでおりまして、現職の方々の平均年齢は60歳、還暦を超えてくるという非常に高齢化の進んだ区政、そして議会となってしまっております。そんな中で荒川区政においては待機児童の慢性的な発生や、今度は中学校の教室数が児童数の増加に対して足らなくなっているなど、そして児童数も足らなくなってきています。そういった子育て世帯、若い世代に向けた政策が今の議会、今の区政ではしっかりと対応しきれていないのではないかという思いのもと、今回宮本俊馬は荒川区議会議員選挙に立候補を行いました。宮本俊馬は28歳、皆様と共に、そして皆様のお子様やお孫様と共に10年先、そして20年、50年先までを見据えた政治を行っていくことができる候補者であります。今回の区議会議員選挙では32名の定数に対して41名の候補者、さらにここ数十年起こらなかった20代の候補者が4名立候補するなど、今回の選挙はまさに代替わりの、荒川区政の代替わりの選挙となっております。そういった中で私宮本俊馬は荒川区生まれ荒川区育ちの28歳、そしてまさにここ小久の地域で皆様に育てていただきました。小久小学校を卒業いたしまして、荒川区立大久中学校、まさに地元の地域から荒川区政に対し、今の区政に足らない部分、今の区政で対応しきれていない部分にしっかりと意見の方、そして政策の実現を皆様にお約束をし、今回の選挙を戦わせていただいております。宮本俊馬は言うだけただの政治家にはなりたくない、ならない、そういった思いのもとで今回選挙に対しまして公約を打ち立て、自身の掲げた公約が実行できなければ、実現できなければ、自身がもらう議員報酬をカットしていく、お車のご協力ありがとうございます。そういったことも公約の一部といたしまして、皆様に対する覚悟、これをもって区政の方に取り組みを行ってまいります。こんにちは、宮本俊馬28歳、今回の選挙では最年少の候補としてここ奥の地域から荒川区政に挑戦をいたしております。宮本俊馬は東洋大学の法学部、駅伝で有名な東洋大学法学部を卒業いたしまして、学部の中では主に労働問題について勉強を重ねてまいりました。今回の選挙戦、各候補者の公約を拝見させていただきましたが、労働問題を区政の中で問題として政策として掲げている候補者は私宮本俊馬しかおらず、今の日本社会の中ではブラック企業やブラックバイト、そういった違法な労働環境が蔓延いたしております。過労死や過労によるうつ、体を崩す方が多くいる中で、今の日本の社会においては労働法の認知が足りていないんじゃないか、そのような思いを宮本俊馬は持っています。
まずは荒川区政の中で労働者となる前の段階、小学校であったり中学校、そういったところで労働法の基礎を勉強する機会を設けまして、皆様のお子様や皆様のお孫様がそういったブラックな企業のブラックな労働環境によって壊されてしまわぬよう、あらかじめ労働法の知識、そして労働者が持つ権利をまずは規制の中で身につけさせ、自らが身を守る、そういった規制、そしてそういった労働者を荒川区から育てていきたいと思います。宮本俊馬は28歳、今回の選挙戦では最年少の候補者ではありますが、他の40名のどの候補者よりも具体的な政策提案を行っている自信がございます。政策はどうしても選挙になると明るい街づくりとか、全ての人が暮らしやすい街にみたいな抽象的な選挙公約を打ち立てる候補者が多い中で、私宮本俊馬は具体的な政策提案、そしてその中でも具体的な数値目標を設定いたしまして、今回の選挙、皆様に対して区政の問題点を提言をさせていただいております。宮本俊馬は荒川区、ありがとうございます。僕生まれ僕育ちの28歳、今回の選挙戦、宮本俊馬はしがらみがございません。特定の組織や特定の団体から支援や推薦、こういったものを受けておりません。政治家は一度特定の団体などから政治献金などもらってしまえば、その団体の言うこと、逆らうことができなくなってしまいます。宮本俊馬はそういった中でしがらみをつけらず、本当に区政にとって必要なこと、本当に今の政治に必要なことを訴えていける候補者になってまいります。しがらみがないといえば綺麗なように聞こえるかもしれませんが、しがらみがないということはその反面で、特定の団体や特定の組織から票の上積みが全く望めない候補者となっております。宮本俊馬は今の区政に本当に必要なことを政策として転換し、区政の中で実現をしてまいります。だから皆様には、皆様の一票一票をぜひ宮本俊馬に託していただきまして、荒川区政を令和の時代に変わる、新しい時代に変わるこのタイミングで、荒川区政では宮本俊馬を皆様にお選びいただきまして、今回の荒川区議会議員選挙、どうか自信を持って投票用紙には宮本俊馬と、自信を持って宮本俊馬と名前をお書きいただきたいと思います。僕の地域には宮本俊馬がおります。誰に投票したらいいかわからない、みんなどの候補者も同じように感じる、今の政治はこういったことになっておりますが、宮本俊馬は今までの政治家とは、今までの候補者とは違います。まずはそれを、この選挙7日間、まもなく3日目が終わろうとしておりますが、まずはこの選挙で宮本俊馬は今までの政治家とはちょっと違うなと感じていただけるような選挙戦を、まずは宮本俊馬自身が行ってまいりたいと思います。今回街宣車を使用いたしまして、大変大きな音、そして大きな声で皆様に訴えかけをしていることを大変申し訳なくなと思っております。しかし宮本俊馬はこの街宣車、名前の連呼を行うことには使わず、皆様にとって本当に必要な政策、そういった訴えかけを行ってまいります。有権者にとって必要なのは、候補者の名前や生い立ちではなく、荒川区政、その政治の中でどういった政策を掲げているのか、どうやって実現をしていくのか、そういったことが有権者の方々にとっては必要な情報なのではないでしょうか。その思いのもと、宮本俊馬は名前の連呼一切行わず、皆様に政策提案をしっかりと進めてまいりたいと思います。